変なことになってる。なんてこった、完全に復活してる。スイカ栽培、富田さんから一本の電話がありました。いや富田さん、何しよ、ちょっとさっき電話で寝てたんだけど。壊れかけのトマト壊れかけのトマト、うん、どういうこと、うん、あんたがちゃんと管理してないから、うんうん、トマトが大変なことになってる。何なわけない。だって水もあるんでしょ。水もあるのに大変になるわけないじゃない。じゃあちょっと行ってみますか。行ってみるわ一人でハウスの中だっていうし、水のタンクにも水入ってるのに枯れるわけない。昨日おとついとか34度とかも結構暑いの続いてたのかな、まあ、それの関係もあるかもしれない。ちょっと見てみたいと思います。あわわわわ、なんてこった、めちゃめちゃに枯れてしまってるじゃないですか。どうして俺はいつもこうなんだ。ということでですね、めちゃめちゃ枯れてます最悪。塩塩になってる、やばいしょ。これ明らかに水足りてないでしょう。いや実はですね、これじゃない、外側のタンク、さっき見たらですね、水位が揚水ポンプより下がってて、水を、こっちのメインのタンクっていうか、各々のタンクに送れない状態にまで、なっていたと。最後水満タンにしたのが確かね、5日前ぐらいなんですけれども、この猛暑でもって葉っぱから蒸発する水が多くなった分、根から吸収される水もその分多くなって、水の減りがものすごく早かったのかなと。多分30リッターとか40リッター分ぐらい、この5日間でなくならないと、こんな感じにはならないですね。なんかちょっと小学校の近くのお化けの木みたいな感じでブラーンってぶら下がって、若干気持ち悪くなっておりますね。いやー、ひどい。これは復活するのかな。毎回このような、失敗を繰り返しております。一つも成長しない。なんで一つも成長しないんだろう。終わってる。最悪。復活してくれー。ということで、ちょっと外のタンク見てみたいと思います。メインのタンクからホース、これ分岐させてるんですけれども、なぜだかこっちの方には水が流れてきていて、全然生きてます。あっちの方には水が行ってなくて、このように死んでくれてると。なので、こっちは割と元気ですね。水切れは水耕栽培によってやっちゃいけない。あれ？線抜けてる？予想が40リッター水が蒸発したのかな、なくなったというふうに考えると、10リッターに対して 50cc だから 200cc の液肥を入れればいいんですけれども、ちょっと今元気がなくなってきたのと、成長期と勝手に解釈しまして、 300cc ずつ液体肥料を入れていきたいと思います。水槽の水がなくなってですね、トマトがしおれまくったのが2日前、慌てて、水を入れたんですけれども、それ2日経ってどういうような感じになっているのか、ちょっと見てみたいと思います。すごいな、やっぱり前回というか、めちゃめちゃしおれまくってたのに完全に復活してる。やば、強すぎるな。すごい、これも水だけでここまで。土の中というか、土耕栽培じゃない、水タンクの中に水入れて、そこに根っこを浸して、ここまで成長しております。こっちが室内で育ててたボッサボサになった方の、苗をビニールハウスに移植して、かこっちはホーマックで買ってきた苗だけども、こっちもなんかいい感じに伸びてきてるな。で、なんならちょっとこれトマトがですね、少し赤らんできている、普通になってる。新しいトマトも順調になっているようですね。もうこれとか完全に真っ赤になっているので、食べてみるかな。食べてます。なんならこれが初収穫といっても過言ではないでしょう。じゃあちょっと食べてみようか。これね、よし、おいい感じなんじゃない。あ、うまいか。ぬるいで当たり前か。水切れを起こしてですね、しおれまくって一時はどうなることかなと思いましたけれども、まあ、なるべくね、急いで水を足してあげれば、これもう2日後なんですけれども、今
今見てもらったようにめちゃめちゃに回復するということが分かりました。トマトは強い。以上です。以上です。